皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回は忍者ガイデンマスターコレクションのファミ通紹介をしていきたいと思います。龍拳ガイデン集結、忍者ガイデンシリーズ3作品が一本にまとまって登場します。まずは忍者ガイデンシグマ、2004年に発売された忍者ガイデンのグラフィックを向上させて、二刀流の新武器源流サイコや新プレイヤブルキャラクターのレイチェルなど多彩な新要素と調整を加えて、2007年に発売された忍者ガイデンシグマ、神聖ビゴル帝国に奪われた魔剣黒竜丸の奪還と、殺された同胞たちの恨みを晴らすために竜ハヤブサはビゴル帝国へと向かいます。刀の竜剣や棒型の武器、無双新月魂など多彩な武器で敵を倒していきます。低難度の忍者ゴッドモードもあります。続きまして、忍者ガイデンシグマ2。忍者ガイデンのシステムはそのままに、攻撃した敵の体が切断される、欠損、欠損した敵にとどめを刺す滅却の砲システムが登場します。探索要素は控えめになって、よりアクション性の高まった忍者ガイデン2に新規要素を加えて、さらに遊びやすく調整したのが忍者ガイデンシグマ2です。世界各地に出現した邪悪な魔人たちを倒すべく、竜ハヤブサが世界を駆けます。鍵爪の武器、鎖鎌、トンファー、大釜などが追加されて、使える武器は10種類以上あります。続きまして、忍者ガイデン3RE、 刀で敵を切る重みやストーリー性を重視した忍者ガイデン3、その方向性を大きく変えて、従来同様のアクションメインのゲームタイトルに作り変えたのが忍者ガイデン3RE です。右腕に殺戮の教主と呼ばれる呪いをかけられた竜ハヤブサが世界を救うために命を懸けます。武器の種類は減ったものの、カウンターにより敵を一刀両断できる断骨などの新システムも登場しています。シリーズファン向けにバトルに特化したフェイズ殲滅戦を搭載しています。本当は RE の正式名称があるんですけど、ちょっとよくわからないので、RE と略しました。この3つを収録してるんですよね。開発状況は 75% です。どうやら仁王のファンの方にもプレイしていただきたいという安田文彦さんのコメントがあります。というわけで、今回はこの辺で忍者ガイデンマスターコレクションのファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。